つのチョコレートで問題解決、キャット&チョコレートビジネス編。今回はキャット&チョコレートのビジネス編をやっていこう。おーおー、だった決まりねえけどな。キャット&チョコレート、とある困難に対して手元にあるもう問題解決もできなさそうなどこにでもあるアイテムを指定された枚数使って問題解決できれば OK、 できなければダメというのをジャッジしてもらう。最終的にポイントが多いチームが勝ち、うん、で今回はビジネス編ということで、うん、まあ、副社長派と専務派の派閥に分かれて争います。いいね、専務派になりたいな。ただしこの派閥、まあ、あの派閥間でね、その甘い判定を出されてしまっても困ってしまうので、癒着はよくない。誰がどの派閥なのか自分含めて分かんない状態、うん、最後にそのエンドが出たタイミングでどうなるかっていうのが決まっていきます。はい、はい、で今回はビジネス編ということで、うん、まあ、幽霊屋敷編とかいろいろあるけれども、うんうんうん、ビジネスに関するトラブルがやってきますよ。結構期待しめないそうだなないけどね見出し並みをね。なのでね、まあ、おのおの型ビジネススタイルでちょっとやってみましょう。メガネないけどめっちゃカシャカシャしてる。アミ君はちょっと一番ビジネスマンっぽいね。スーツ着てるし、うん、でも中めっちゃピンクどこの、あ、ピンクね。ピンク頭の中頭の中頭の中言ってないよ言ってないよじゃあ自己紹介からいきましょう。はい、最初に端っこのタシロンから。はい、タシロンです。もうね、困難なんてね、この手で打ち砕いてやりますよ。頑張ります。おい、ひまわりです。ひまわりバイトしかしたことないけど、ビジネスマンらしくネクタイ締めて頑張ります。心のネクタイ締めて、メガネカチカチやって頑張ります。アミくんです。スーツは似合うけど、スーツ着たくない人間で頑張ろう。はい、ちよこです。これから就活始まるので今のうちに勉強しておきたいと思います。おすげえ。はい、松ゆかです。スーツは持ってないけどビジネスマンっぽく頑張りたいと思います。カムイです。あの格好やね、その人の性格とかにね、あのとらわれずにね、やっぱりその人間力で勝負ですよ、うん、そこで仕事の勝者敗者決まると思います。なんか言い出したぞ、まあ、カムイはね、見せつけてくれるだろうさ、うん、そうだね、確かにビジネス力をね、ビジネス力よし、じゃあ、はい、タシロンから。はい、いきます。チャラツ、ロシア人と商談することに、だが言葉がわからない。おやばい。お、3枚使って解決ですね。3枚。手札は指定がね、山札の一番上のカードは指定されるんだけど、今回は全部使わなきゃいけない。なるほどね。ロシア人ってところがポイントだよね。そう。ロシア人か。よし、行きます。まず、まあ、ロシアと日本って船あれば移動できるじゃないですか。というわけで船を使って航海をします。船でロシアへの道を、そっちじゃない、あ、そっち、あとで吹いてない、あとで吹いてない、あのどっちかっていうと、あのワンピース的な、ワンピース的な航海をして行く。お、直接ね。そうで、言葉がわからないから問題なのであって、言葉を使わなければいいんですよ。だから CM 枠、ここにどれだけ素晴らしいかっていうのをアピールするんですよ。アピールするんですよ。CM でCM でこの企業こんだけすごいんですよっていうのをアピールする。はいはいはい。でもそれじゃ足りないなっていうので、じゃあこれ思い出にどうぞって写真で、その素晴らしい部分をピックアップしたのをお渡しして商談をする。どうでしょう。一切喋らずに、一切あのもうボディーランゲージでやっていく。おうっていうので、判定をお願いします。3、2、1、ドン。
おー、やったー。今回は過半数以上がグッドということだったので、今回は1ポイントゲット。ゲット、やったね。3枚使ったよ、うん、じゃあお次はひまわり、いくぜー。ドゥルン。大切な商談とデートの日程が重なった。これは一大事だ。これを2枚使って私は解決しないといけない、うん、解決しないといけない、まあ、デートとしても重なっちゃったんだもんね。どっちかだな、どっちか。いや、頑張れば分身できるかもしれない。頑張れば、頑張れば分身できるかもしれない。いやいや、そんな、そんな一般人分身とはできない。私解決してみせようぞ。おまあ、まず重なってやばいやばいけど、とりあえずご飯食べないといけないからバランス栄養食を食べます。おいいね、ビジネスマンらしい。ビジネスマンか。これを食べて落ち着きます一旦、うんうん、その後にまあデートの方が行きたいから、このプロジェクターであらかじめ撮っておいたプレゼンとか、なんかその、うん、私の分身を映し出して相手を騙す。おどうだ。どっちを騙すの。あの商談相手をプロジェクターで自分を映し出して、もういかにも今商談してますっていうものを映し出して相手を騙す。はいはいはい、はい、めっちゃ頭いいな。でしょ。さあジャッジをお願いします。せーの。やったー。ダメ。惜しかった、惜しかった。ダメだったね。ちょっとね、バランス栄養食がね、その食った後に取ったの取るみたいな、ちょっと気になる。食べながら取ったかもしれない。じゃあダメだ。ダメだ。それは舐めてるわ。ダメか。接待に使える店を知らない。ああ。もういつも松屋みたいなね、うん、松屋で接待って接待にならない。接待的なお店はちょっと分かんないので、ちょっと3枚で解決していこう。これ3枚か。 OK 整いました。おまず、うん、接待に使える店を知らない私は、うんうん、店って思うわけよ、うんうん、店なんて使わなくていいんじゃね。うん、むしろ俺が店となり接待すればいいんじゃね、うん、ということで、うん、まずは制服で、うん、まあ、お店の制服を着替えて、うん、ちょっとねビシッと決める、うん、俺が接待してやるぞと、うん、で、まあ、どういうね、そのやっぱり店を構えるからにはやっぱマニュアルとか必要じゃない、うん、いらっしゃいませってどうやって言えばいいんだろうとか、出迎え方とか、ドアの開き方って右手左手みたいな、そういうののマニュアルが入っている USB メモリーで俺は学習をする、はいはい、もうこれでもう相手を出迎える準備はバッチリだと、うん、ただやっぱね、初めてのことで緊張してしまって、あのミスする可能性もあるじゃない、うん、そのために俺はちょっと予防線として、うん、実は影武者を使っていたんですよ。アリバイを工作しておいて、これでもう相手を接待しつつ、まあ、それでうまくいったら俺の功績、うん、失敗したらいやそれ俺じゃないですっていうアリバイを使って難を逃れる。周到。ジャッジお願いします。せーの、ドロン。おーし、これ完璧だよ。アリバイ工作ね。アリバイ工作は大事。すごいね。何においてもアリバイは大事。アリバイあればなんとかなるから。誠意もすごいね。すごい、ね、頑張ろうっていう、ね、学習から始めたもんね。そうね、ここまで念入りにやるのかってぐらいだよ。じゃあ千代、いきます。手首をつかまれた。このままでは痴漢の現行犯です。おー、うわー、やばい。それはマジで勘弁してくれ。やめてくれ。やめてくれ。男性陣が超やばいっていう顔してる。一枚で解決してくれ。千代も頼む。手首掴まれてるんだもんね。だって、ね、うん、掴まれそうじゃなくて、なんか掴まれただからね。もうね、駅のポスターのもう4コマ目ぐらい、痴漢です。何、あれか、捕まえないと。もう警察がもうこうやってる。
女と男の目撃者が2人ぐらい出てる。そうこうやってそう見てる。やばいやばい。整いました。おお早い。いきます。愛人に、おっ、私はあこの人はやってませんっていう証人になってます。うわ、事件を解決する。なるほどね。触っていたのは私ですと。そこまでじゃないけど、愛人を触ってたっていうことですか。そうで、私はやってます、あ違う愛人の人がこの人はやってません、私といましたみたいなのを、はいはいはい、なるほど、ちゃんと見てましたから。いやこれはじゃあいきます、3、2、1。いやもうこれはもう解決だよ。触る必要がないからね、相手がいるし。千代子ありがとう。あみくんそういうことあったの。愛人の札が出た瞬間の目の輝きがさあじゃあ松井がいこう。はい、ダダン、新しい部下が無能すぎる。うわこれはそれはあれだね、2枚も使わないといけない。ビジネスに限らずいろんなところで言えるかもしれぬ。ちょっと仕事の前にパズドラやっていいですか。食べとんか。普段のコミュニケーションからもうストレスを煽るようなそのあれがあるんだよ多分。あ、さあこれを2枚で、うん、いきます。おやっぱ何をさせても無能なんですよ。パソコンいらえばパソコン壊すし、そんな困った発注しろって言ったらゼロ2桁ぐらい間違えて、そんでもねーよく入れたもうそこすらはいいのかもしれない。こいつに事務的なものは無理だと、会社的な直接的なものも無理だっていうので思って、でも好奇心だけはあるから若くて、ちょっと小粋な乗り物を渡したい。小粋な乗り物を渡すみたいなね。そう、この乗り物を使ってもうお前は牧場かなんかで名古屋コーチを育ててろと名古屋コーチを育ててろと、ね、牧場で名古屋コーチ、あのジムじゃなくて実務の方に、そう、ね、会社の持ってる牧場でね、うんうん、移動をね、あ現場に送るとちょっと体力っていうか体を使うのは若いからやっぱりできると思うから、はいはいはい、そっち側でちょっと精神的なものとかいろいろ鍛えてきてもらう。なるほど、あなるほど、あ精神育成になるね、うん、名古屋コーチ結構凶暴だから取り切れは、うん、大変だからね、鍛えられそうだね生きてるものを扱うっていうのもいろいろ考えるし、さあしょ、せーのドン、イエイ、おお解決、解決した。もうなんか一石二鳥だもんね。そうね、鳥、ね、だけになるしね、うん、鳥だけに、そう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 、 そうね今まで全滅させないか心配だったんだよ。あー無能だからね、無能だから、あそう、ちょっとこの鳥食っていいっすか。ダメー、やられる前に名古屋コーチがやるかもしれない無能すぎて捕まらねえ。逆に名古屋コーチに世話されるかもしれない、あ飼われてるかもしれない。いきます、女子社員たちに肝がられているらしい。やめろよ、真顔で、真顔で引き出した。何もしてないじゃないか。無理だろ一枚だってカムイ、一枚一枚いけないけどカムイだからありそう。相当あれだよね、可能性閉ざされてるよね。いやいやいや、1枚だけでもう楽勝でしょ。ドッキンコを使います。うわ金でね、買収するかと思いきや、思いきや違う、言ってるやつを閉じ込めで閉じ込めちゃう。だってそいつが何かをすることもできないから、そう、ね、助けてとかも言えないし、ネットとかもそのスマホ取り出したから入れちゃえば、もうそいつは何もできないから、なるほど、都合の悪いやつをそこにどんどん入れちゃえばいい。
どん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 閉まっちゃおうね。そうそうそう、閉まっちゃおう。閉まっちゃおう。判定お願いします。三二一。あ、意外。よ、ゲットゲットゲット。いや、あのさ、女子社員閉まっちゃったら仕事ちょっと凍りそうだなって考えちゃった。あ、いやいや、キモがられているらしいっていう問題を解決するのであって、この問題は解決した。確かに、この後に警察にご用意になるかはどうかは別として大丈夫、金庫に入れちゃってる。別の問題は出てくるかもしれないけどね。じゃあ、いきます。チャラッ、ファイル交換ソフトで顧客情報を流出させてしまった。まずい。これはあかんな。世界規模でまずいぞ。1枚1枚で1枚か。なるほどね、交換ソフトで流出させてしまった。なるほど、わかりましたよ、整いましたよ。あ、早いな。きっと流出させてしまったのは1件だけなの、うん、相手1件だから、そこに高い酒を送って賄賂で買収します。なるほど、賄賂を送ります。賄賂送った。さあ、ジャッジを。相手酒好きだからね。あ、いけるいける。あー、せーの。あー、惜しかったな。まあでも、デジタルに対してアナログで対処するっていうのはいいなと思って。あ、ありがとう、ね、こっちじゃなかった、こちら。一人だけなんだねと思って。一人だけか。ちょっとどうだろうな。そっか、会社にしてそこに全部高い酒を送りつければよかったのか。そういう、そういうもの。樽で来るみたいなね。先生、リストラを宣言された。だが会社に残りたい。おお、うん、そりゃ残りたいよね。残りたいよね。うん、ってやられてる。不景気だからね、世の中ね。そうか、2枚も使うの。そうか。トランプみたいに You fire って言われちゃった。そうね、お前はクビだ。でも残りたい、ホワイトハウスにいたい。あ、そこで、ね、そこでクビになっちゃった。大統領前の話してるからね。あ、前の話。トランプだな。そうだな、そうだ、トランプが有名になったの、その、はいはい、そういう番組だったの。いくよ、うん。まあ、待ってください。社長はまだ待ってください。私にも余裕をください。とりあえず、まあ、このスマートフォンを見てください。お、うん、いいですか。ほら、うちの猫かわいい。めっちゃかわいい。そうきましたね。ほら、うちの猫かわいいでしょ。だから許してください。今度うちに遊びに来ません。この猫ちゃんいますんで、いっぱい撫でてくださいよね、社長。判定お願いします。せーの。あー、ダメか。新手の賄賂だね。可愛いのは猫だって君じゃないよ。そう、こういうのってでも意外に通用するんだよね。あ、そうね、実際ね。で、結局そのなんかほら、釣りバカ日誌のハマちゃんとさ、スーさんみたいな。そうね、そうそうそう、釣り行きましょうよ、クビしてください、クビしないでくださいよ。そうそうそう、なんとなくうまくいっちゃ う, そ う, そ う, そう、人的に好きになればね、そう、あるしたくもなるのかな。な、疑問。そうか。あ、すごいね。合コンの相手はモンスター軍団、早く帰りたい。ザボさん、ザボさん、3枚だって、アミ君。モンスター3枚全部使ってね、モンスター軍団から帰っていこう。あ、結構どぎついね。モンスター妖怪だよ、妖怪。モンスター人間じゃないね。いやね、うん、やっぱりモンスター軍団から早く帰りたいとは思いつつも、うん、やっぱりモンスター軍団はすげえ乗り気なわけなのよ。うん、だからうまくその場はね、うん、とりあえず帰りたいということで、うんうん、俺はまずはチケット、ライブのチケットを使って、うんうん、そのモンスター軍団の一人を対象に絞って、うん、このチケットあるんだけど今度一緒にデートに行こうよ、うん、と、あの、次回につなげるからちょっと今日は早めに帰らせてっていうのをね、うん、まず言う。で、まあ、そのね、帰らせてくれるっていうことになりつつ、
で、いや、じゃあごめん、ありがとう、ちょっと帰らせてもらうわ、まあ、まあ先に帰っちゃうのも悪いんで、俺は黒川の手帳でそのね、予定をね、しっかり書き込んで、もうこの日開けとくからと、お前のために開けとくからと言いつつ、その場を去る。で、このね、合コン会場、結構俺勝負に来てて、すげえ高めのところ取ったのよ、今日は貸し切りで。なんで、俺はその高めの会場の、すげえセキュリティのきついね、会場をカードキーで締め切って、そのモンスター軍団を返さないようにして、そのライブのチケットは一人で楽しむ。閉じ込めた、閉じ込めた。チケットは自分が持ったまま。あ、自分が持ったまま。そりゃそうだ。そうね、そうか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 、騙した、騙した、騙した、うまい、うまい、うまく騙して、その上監禁して、もうモンスター軍団は俺のところにはもう世界中から閉じ込めて、うん、檻に閉じ込めて、檻でも勝負で、モンスター閉じ込めて、世界的な平和を目指そうぜ。うん、そうだね、野放しにするわけモンスターだからジャッジお願いします。はい、悩むな。せーの、ドドン。おし、うまいわ。モンスター軍団回避。いや、合コンの仲間を巻き込んでしまったなって思って。いや、それはもう少ない犠牲で済んだっていう自分が助かればいいんだよ。そう、そのモンスター軍団世に解き放ったら、今後犠牲になる男性が何人いることか。そうそうそう、パンデミックだ、パンデミック爆発的に被害広がっちゃうから。やだ、モンスターがモンスターを呼ぶか、モンスターを作り出すかしちゃうんだね作り出すってきてる。モンスター作り出す。2枚か。同期の出世が妬ましい。うわなるほど、2枚でどう解決するかだよね。そう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 、自分の心の問題でもあるから、相手をどうするか、自分をどうするか、周りをどうするかね、うん、どうしようかな。ちょ2枚ちょ、うん、いやでも気持ちは分かるよ、みんなみんなきっと気持ち分かるって。ハンカチ越えてキーってなるもんね。こいつクーってなんだよ。頼むだ。お、いきます。元留学生の上司の骨を使い骨を使い自分、その同期より上の上に出世する。はい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 、骨は骨か、強いな、骨ですよ、骨。じゃあ、いきます。3、2、1。全開一致。これはもう、なんか生々しいもんね。コネに勝る力なし。そうよ、素晴らしい。人脈も力、それはそう。よし、じゃあ、松岡。はい。ダダン。食堂のメニューがまずい。あったよ。あるあるだね。あるあるだし、地味にダメージくる。毎日食べるからね。そうそうそう。お弁当なんて作れないから忙しくて、うん、やっぱりそこで食べるしかなくて、うん、外とかにも行かせてくれないみたいな。ブラックだ。食べなければな。社食堂だ。頼む。はい。ちょっとどうしてもまずいし。うん、やっぱみんなすごい被害を被ってるんで、ちょっと自分一人で助かるのもあれだし、みんな一緒に幸せになろうぜってことで、アタッシュケースにぎっしり入ってるお金がお金入ってるんだけどそれをその今働いてる人にも退職金として配って退職金、退職食堂の人ね、でもっと上手い人を連れて雇う。ああ、なるほど。判定お願いします。おお。せーの、ドン。やったー、はい、まあ、金に勝る金はね、金と力いきますよ。発注数を一桁間違えた。このままでは大量在庫だ。
わあ、やばい、やってしまった。ツイッターで拡散する案件一桁間違えただけだから少ないのかと一瞬思っちゃったいやわかんないよ、どの人だったかは ね、 ね、100万から1000万ひゃやばい、1億から10億かもしれない。やばいな、倒産しちゃう。うん、ね、2枚でしょ、うん、いきますよ、はい、母親。おお、マザー来ちゃう。マザーやっぱもうママママ泣きついた。とんがり系のね発注数を一桁間違えちゃったよママおう、のび太くん。そう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 で、母親が、分かった分かったと、ね、あの、スネちゃま優しい顔すんの。スネちゃま、私が解決するざんすと。おそうそうそう。で、この、ね、まあ、ちょっとあの、見た目的にはちょっとスネちゃんママじゃないんだけど、あの、もうこのママが、すごいもう、コーヒーで名を成してる。コメダかスタバか、はいはい、マミーのコーヒーかマミーコーヒーかっていうね、はいはい、のコーヒー屋さんだから、そのもう会社の重役たちをその無料で招待して、おうちのね、うちのスネちゃまお世話になっておりますと、お、まあ、一桁間違えて、まあ、いろいろ収支もいろいろあるかもしれませんが、あのうちのコーヒーどうぞ楽しんでいただいて、これからあのよくしますので、ね、あのここら一つ目をつぶっていただいてともうマミーだ、はい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 、マミーとマミーズコーヒーで書いてマミーズコーヒー、なるほど、なるほど、うまいからね。じゃあ判定お願いします。3、2、1、ドン。ちょっとありかなって思っちゃった。解決はしてないのね。いやどうしてもね、マミーって聞くとね、俺乳酸飲料の方思い出しちゃう。動物の絵描いてあるね。それとね、それとコーヒーの掛け合わせがね、あのコーヒーはちょっと飲みたいの。あ、うん、あと1万エンドです。おっと、おっとエンドです。ここでエンドということで、はい、おっ、じゃあ今持っているポイントが自分のポイント、うん、はい、でやっと登場するこの陣営のね、はい、カードがオープンされるということで、うん、陣営カードオープン、オープン、専務、専務、副社長、副社長派、副社長派というわけで、この、まあ、専務派は専務派で何枚持ってるか、副社長派は何枚持ってるかで、ね、ちょっとカウントしていきましょう。じゃあ専務派1、0、2、3、3枚で、副社長派が1、2、3、4、5ということで、今回は副社長派の勝利。ひまわりゼロだったんだ、うん、猫ダメだったしさ、可愛いのに、ね、可愛いけどね。あと1個だったよね。あ、面白さと成功は釣り合わない。そう、ね、大人の常識にとらわれないから、ひまわりは。そうね、うん、猫大好き。猫見たらみんなニヤニヤしちゃうでしょ、可愛いって思うからね。まあね、それ許しちゃう。チェー、今日はゼロか。今日はゼロポイントだったというね、結構そのビジネス的にありがちな危機を、うん、このカードの仏像とか置いてた。おー、そうなんだ、そういうのもあったね。どうしようも使いづらいアイテムで解決するキャッチョコのビジネス編でした、うん、では本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。